柏原康夫は、日本の実業家。京都銀行名誉顧問、関西経済連合会副会長、関西文化学術研究都市推進機構。京都市観光協会会長。京都府観光連盟会長。2006年11月乱受報賞。2019年、極日中受賞を受賞。1939年兵庫県神戸市に生まれる。 川崎重工業に勤めていた父が、下工場へ転勤となったため、愛知県半田市に移住。半田高校を経て、滋賀大学経済学部を卒業。就職の際には、就職難の時代で苦戦を強いられたが、守備よく、京都銀行への入港が決まった。初認知は三条支店で、本水筒補助を担当。次に総務部に異動となり、経費を担当。 コンピュータ関係の費用や機器の保守量などを削減し、成果を出した。その後、主に人事部門でキャリアを積んだ。1992年6月、取締役に専任。以降、常務、副頭取を経て、1998年6月、代表取締役頭取に就任する。頭取在任時には、成果主義とは一線を画する職務内容や能力に応じた。 給与体系を導入。さらに支店長公募制を導入したほか、2010年4月には人材育成の大切さを認識してもらい、研修レベルを高めるため校内に金融大学校を設置した。また、広域型地銀を標榜し、市が大阪、奈良、兵庫へと店舗網を広げ、2000年以降の出店は50店長を数えた。さらに、預金、貸金、為替は、 どこの銀行でも大差ないと思い、NTT データに共同化できないかと相談を持ちかけ、1990年代末には、福井銀行、西日本シティ銀行とともに共同システムの構築の準備を開始。2004年1月、K 銀は先陣を切って、NTT データ地銀共同センターによる共同システムを稼働させた。2008年6月には、 京都市観光協会会長につき、観光振興に力を入れ、2010年6月に分け、銀会長に知り添いた。2011年5月には、同行初の関西経済連合会副会長、同年6月には、関西文化学術研究都市推進機構理事長に就任し、明日の京都の高速鉄道検討委員会委員長として、リニア中央新幹線中間駅設置場所の議論を、 まとめ、2012年2月に、京都への誘致を正式に表明した。その他、カナダが提唱した世界的な森林整備、保全運動である、モデルフォレストの日本における初の協会を、京都府が創設するため、壊れて、京都モデルフォレスト協会理事長も務めた。官報号外第151号、2019年11月3日、もっと、関西最高を求め、 マネキラー系文化京都銀行相談役、柏原康夫さん。日本経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxlasjb19h4a97a424960e002018、ah、年6月23日、閲覧。 地銀の壁を乗り越えてに京都銀行討どり、柏原野草市人間発見、日本経済新聞入管2000派、年9月9日、ドキュメント銀行金融再編の20年市1995から 2015P318、ドキュメント銀行金融再編の20年市1995から 2015P320 から321、 ドキュメント銀行金融祭編の20年九1995から 2015p324。地銀の壁を乗り越えて1京都銀行討取、り、柏原野草市人間発見、日本経済新聞有刊2008年9月8日。地銀の壁を乗り越えて4京都銀行討取、り、柏原野草市人間発見、日本経済新聞有刊2008年9月11日。 リニア行き争奪戦ゴング京都と奈良が火花、地銀の壁を乗り越えて三京都銀行討取、り、柏原野草市人間発見、日本経済新聞有刊2008年9月10日。ありがとうございます。